チチチ。はい、今日最後のミルクなりまち。さっき、コロコロのいいうんちをして、それをちょっと拭いてるので手間取りました。一本目はチューチューよく飲みます。お、これも、お、おらほら、吸ってます、自分で。よいしょ、一本目飲んでから、チッチ、チッチ取ります。チッチ、もうね、明日は、あ、早番で、ミルク動画が撮れないんで、もうこれが、明日の動画はこれだけになりますね。チューチはコロコロでいいうんちでした。これもどこに4個ついてんじゃねえや。溺れちゃう、溺れちゃう。溺れちゃう。へい、悪い。ちっちー。ん？目が開き始めた？ちょ、いや、早くは一週間で開くって言うからね。左目なんかちょっと開いてるような感じがするけどな。あら、うんちが出てきた。ちょうど。ピーが。はい、いいよ。5cc ぐらいですね。で、ママさん早番なんで、ちょっと時間の調整をしてます。で、まあ、4時には今から準備して飲ませれば4時には終わるんで、で、4時間で8時、8時、12時、4時というふうに行きたいと思います。いや、今朝18度ぐらいですね。7度から8、ちょっとこの季節にしたら寒いです。さあ、起きて準備します。肉眼では見えるんですけど、この季節には珍しくですね、猫団子ができてます。ここは、ルンちゃんはなんかちょっと良くなってきたかな。誰を中心に猫団子になってるのかよくわかんないですけど、猫ちゃんが中心ですね。猫ちゃん、どこちゃん、ピコちゃん、トロちゃんいないんだよな。トロちゃん残したかな。このプロジェクトはザルの中にですね。猫ちゃん。猫ティちゃんと猫ちゃん。うん。珍しい猫団子ですね。ロボロちゃんもいるね。はい。よいしょっぱ。いいよ。元気か。あ、これ来た。泣いていると安心します。
はい、エアおっぱいの時間です。いてて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 、はい、てててて、はい、はい、じゃあ今からおっぱいあげます。ちょ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 、はい、終わりました。終わりました。にゃかにゃかぽんぽくりんでーち、なんかぽっくりねーち。よしよし、飲みましたね。はい、じゃあ次は8時から9時の間とね。何にけぽっぽかりにゃかぽっぽかり、10分飲みましたね。ちょちょちょ、なんかぽんぽかりん、自由飲み待ちで、トイレも今待ち待ちで、ちょっとね、うちが出ました、ね。ちょっと、ちょっと、うちが緩いので、緩いというか、まあ、下痢じゃないんですけど、成長剤を今日の昼から少し混ぜてあげようと思います。はい、じゃあね、寝ようね。じゃあ、お目目が、まだかな。ケーキは一人でゆっくり食べて、ちょっと取るの忘れたんですけど、結構食べましたね。ちょっと寒いですけど、まあ外出たいみたいなんで出します。ちょっと出ないでよ。だけどこんなにいっぱい来ちゃったらこれ出すダメだな。ちょっと待って、後でしまいます。小次郎とか、小次郎なんかも食べてない。はい、帰ってきて、はい、帰っといで、帰ってで、はいはい、はい、いないのかな。あ、マルちゃんいるじゃん。はい、マルちゃん入ってて、今日早いんで、まだ真っ暗です。今日今から開けます。いない、いないの。早いんだね。まだ今日は5時です。だから早いですね。ちょっとなんかなっちゃんもおいで。ちょっといつもとメンバー違いますね。はい、どこに。はい、おはようございます。4月27日木曜日になります。ちょっと歩けないんですけど、歩けませんよ。ちょっと向こうの電話かわいいのがもう。はい、行くよ。はい、どうぞ。ちょっと待って、はい、キューちゃんよ、キューちゃん、はい、食べてみようか。食わんのよな、これな。よし、はい、これだ。食べちゃったね。どうしようかな。今、僕は美味しいの出るまで待ってるから。はい、はいはい、ジロー食べる。ここでジローが焼く中で、なんだよ、もうジローほんまだから
はい、めんどくさいね。はい、いいな。はい、じゃあ。チロルが出てこない、珍しいね。はい、どうした。はい、おかわりタイムです。今日はパックだ。あ、来た来た来た。チロルさん何やろ、さっきね、カリカリ今日珍しくいっぱい食べたもんね。はい、こっち。はい、チャンス、順番取るまで早いかな。そこはね、取れないかな、よ、順番。そこはちょっと、おつむにご飯の捨てないよとなって、うん、ちょっと、そう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 、こっち来た方が取れるんだよ、うん、まいちゃん。こっちだよ、並んじゃう、こっち。よし。これ食べんの？多め。食べないじゃん、わけだ。先食いは、ウジちゃんとポテコさんですね。はい、チロさんが先。はい、どうしよう。はい、太郎ちゃん。はい、こっちどうしよう。ここもどうしよう。あっちこっちあっちこっち食べません。うんこ踏んだ、お母さん。うんこ踏んだ。うわあ、ダメだ。スリッパがもうないわ。よいしょ。なんでこんなところうんこがあんだ。よいしょ。うんこ踏んじゃいました。
そこ。まいちゃんいいのごは。はい、じゃあ行ってきますしますよ。ちょっとどれか。よいしょ。しょうくん帰ってきた。チュールが出たね。まいちゃん行ってる。これゆうちゃんです。あ、ゆうちゃん、これパックだ。よかったよかった。びっくりした。これ誰？小次郎。小次郎いや。小次郎行って。あ、ゆうちゃんと間違えちゃった。今ご飯食べたんで。はい、はい、いいよ。出ておいで。散歩行きなしろとご飯食べてないけどいいの？食べてないよご飯いいの？後で食べる？どうすんの？いいの？閉めるよ。今日は呼ぼうと思ったらもう出てきた。あんたのチンチンっていう音で出てくんだね。ほい帰るよ。ご飯食べるよ。はい行こう。はい行こう。おいで。ほい。おいで。乗って。チラ。はい。何やってんだよ。何？ねチュラーさん。どこ行くんや。はい、でいいや。はい。かわいいにゃ。かわいいにゃ、チュラちゃん。ほんと、もう手間かからない。おはよう。おはよう。はい。よし、今日は、晴れました。ママさん早番なんで、まあ、非常に早いペースでうまくいってます。まあ、ただ30キロなんでもう、11時ぐらいにはこれはボンボンだな。ボンボンが帰ってきて木の上に登ってますね。ボンボンさん、マロウさん、おいで。はい、あれマックまだだね。散歩で、はい、行こうか。久しぶりになんかスカッと晴れてますね。なんだよ。なんだよ。よく食べます。あんたもなんかよく食べるよね。あんたたちなんか大きくなったよね、みんなね。はい、ももさん、ももさん食べるね。はい、ももさん食べたら、おーちゃん、ほらいいの、こんなとこ来ないでよ。俺りませんよ、そんなとこから。
パピー、そこね、出入り口じゃないよ、パピー、パピー、帰ってで、ああ、猫ちゃんが、猫ちゃんが、パピー、おいでよ。そこ出入り口じゃないよ。あらららら、はい、こんなところ帰りませんよ。8時前のミルクです。ミルクの方からちょっと薬を用意したので薬を飲ませてから行きます。ミルクちゃん、先に薬をですね、ミルクに入れて、成長剤です。美容院も入る、まあまあ人間に美容院、はい、じゃあ今から行きます。もうエアおっぱい始めてます。リビングの方でパピがですね、天窓から入りそうなんで、もうテーブルの上に脚立を置いたりして、なんか両方やりながらでちょっと忙しい。エアおっぱいしてまっちゃう。では2本飲みました。成長剤も入れました。はい、よいしょ、終わりました、終わりました。最初2本はほとんど自分で飲みます。ちょっと早いんじゃないかっていうのは、それしか取ってないので早く見えます。実際は、あの後の残り次、2本あげてるんですけど、3本目、4本目はものすごい時間かかります、やっぱり。ちょぼちょぼです。自分で吸ってます。1本目、2本、1本目はもう、しか取ってないんですけど、押してませんので、大丈夫です。よいしょ。パピー。パピー、天窓から帰ってきました。おかえり、長かったね。ちょっと痩せた？ちょっと痩せたかもね。でもしまったね、よかったね、パピー。ねえ、うれちいね、うれちいね。みんな、あ、そう。うん。猫ちゃんが、猫ちゃんがうれちいうれちいだね。みんなただいまただいま。久しぶりの、久しぶりのチュールかじり。必死に。食べちゃダメだよ、そんなの。はいはい、おいでおいで。ちゃんと食べてたんですけど、よく食べますね、やっぱり。まあ、猫ちゃんも嬉しそうです。で、またお外行くって言うんですけど、ちょっとまあしばらくちょっと、飲み取りの薬もしなきゃいけないんで、まあでも綺麗に今、まあ、過ごしていたようです。よかった。まあドアから戻ってこれるならもうなんか。家にいてもいいかなと思うんですけど、うん、外に出てもです、うん、ちょっと帰ってきてよ。はい、お昼のミルクです。ちょっと先に外ちょっと取ってから、行こうと思います。ここに来てちゃんを呼ばないのもなんか久しぶりのような気もしますけど、
あら？誰が？誰が来て、これを置いていったのかがよくわからん。なぜ？誰かがクワロマを置いてってくれてますよね。来た。ゆきちの母ちゃんかもね、もしかしたらね。はい、おやつタイムです。よいしょよいしょ。目がちょっと開いてきたような感じがしますよね。はいはい。まあ明日にはもうちょっと開いてくるのかな。で、まあ今、今日で1週間、生後1週間になるはずです。ねえ、開いてきてるよね。開いてきたね。いちいち。ね、へその緒取れて目が開いて、ね、ミルクの量も増えてます。黒内ちゃん。
Thank you.